全然俺ら関係ない。いやいや、もう絵的に絵的に。絵的な話で。よし。はい。こんばんは、KTC 放送局の健太店長と、杉さんと、ライジングサスさんと、T フレックさんです。朝見てくださっている方、おはようございます。今日は、多分だけど合同トレーニングの動画を出して、タトゥーインタビューの動画を多分出して、きっと3本目にこの動画だと思うんですけど、多分 T フレックスはみんな知ってると思うんですけど、今日はちょっと海外にいた時の、リッチピアーナと、なんだろう、会った時の話というのかな。リッチピアーナの話をちょっとしてもらおうかなと思って、なんと生でリッチピアーナに会ったことあるんですよ、T フレックスは。その話ちょっと、俺も興味あるんでちょっとしてもらおうかなと思ってます。はい。リッチピアーナとカーリーマッスルって有名ですかね。有名でしょ。カーリーマッスルとも会ってるんですよ。カーリーマッスル会ったっていうか、まあ見たみたいなね。カーリーマッスル同じところにいたってぐらいですけど、カーリーマッスルはどこでいるんですか。ベニスベニスビーチでフラフラしてるんですよ、カーリーマッスルが。はい。一人フラフラっていうか、まあしょっちゅうじゃないんですけど、インディペンデンスデーとかアメリカのそのメモリアルデーとかになると、 あの辺に人がバーッと集まってくるんで、あのわけがわかんないオレンジのこのサングラスしてるとか、あのミラーさんいつものあのスタイルで裸で歩いてるんで、どこ歩いてても、まあ一発で分かるっていう。一人で歩いてるんですか。一室が異様だからな、異様ですね。変わります。やっぱでかいっすか。でかいっす。でかいっすか。で、血管が尋常じゃないですね。あ、もうぐじ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 トグラム巻いてるような感じになってて、やっぱ他の外国人のでかい人と比べてもやっぱ別格でかいっすか。別格でかいっす。そうなんですね。やっぱあのあとアメリカ人筋肉好きな女が多いんで、はい、やっぱ女の子が行きますよね。はぁー、モテるんですね。いいなぁ。最近日本もちょっとね、筋肉好き女子全然男しかやってないですよ。いや、間違いない。ヤンキーが間違いないですよね。怖すぎるっすよね、杉さんは。間違いないですね。え、じゃあ本題のリッチピアーナとはどこで会ったんですか。フィットネスエキスポですね。LA のフィットネスエキスポ、僕が一番行きたい。前々からその YouTube で知ってはいたんですよ。はいはいはい。で、まあ、行かれたこと言ってんな、こいつと思ってて、でも、一回、あの、出たその生で見てみたいなと思ってて、はいはい、別に、その、リッチピアーナに会いたいから行ったわけじゃなくて、まさかその、エキスポに来てると思わなかったんですよ。ああ。で、来てて、で、一番いいところですね、そのエキスポで、一番端の。おところに、もう、キルイッチっていう、その、ものすごいでかいポスターを背景に、こう王様が座るような椅子に一人座り、で両脇にはもうギャル、両脇には悪そうなタトゥーだらけのゴツゴツしたやつがいっぱいいるっていう、もうだから人だかりですよね。いやー、それちなみに何年ぐらいですか。何年ぐらい、4、5年前だと思いますけどね。もうちょっと前かな、まあ、そんなもんだと思います。死ぬ前ですね。やっぱでかいですか。めちゃくちゃでかいです。めちゃくちゃでかい。いや、そうだよね。周りの子たちもでかいですよね、男の子。まあもう当然でかいです。もう射程みたいなのがいっぱいいるって。え、で喋ったんですか。喋ってないです。あの、みんな握手の順番待ちで、まあ、長蛇の列になるんですよね。はいはいはい。え、でも握手はしたんですかね。しました。リッチと握手したらめちゃくちゃ羨ましいですよね。もうしたくてもできないですからね。できないです、もう死んじゃいましたもんね。で、かっこいいのが、リッチが、あのピアノが歩くと、その射程みたいなのをぐわーっと歩く。かっこいいなぁ。かっこいい。あ、しびれますよ。射程もでかいですもんね。射程もでかい。いいなぁ。リッチピアーナと会ったことある日本人ってほとんどいないですよね。しかも握手もしたんですもんね。しました、しました。いや、羨ましいな。海外に、俺、フィットネスエキスポに行ってみたいですけど、行かないですか、みんなで。みんな行きません？行きたい。行きたい。いや、あれすごいですね。やっぱマッチョがいっぱいいるんで、やっぱね、見に来る人も面白くて、ほとんどそのタンクトップ着てくるわけですよ。結構寒いのに。リッチピアーナ結構寒いね。結構寒いね。フィットネスエキスポって、なんか、あれなんですか、その、出してる人たちって、なんだろう、そういうなんかパワーリフティングの集団とかボディビルディングの集団とかプロテインだったりだとかプリワーカーとかだったりだとか、はいはい、無料のサンプルも結構いっぱいもらえたりとか、はい、T シャツとかもらえたりとか。リッチピアーナとかってブース出してなんか売ってるんですか。そうそうです。あ、アパレルとか。あそこでも売ってるのが、まあ、アパレルもだから結局こんな製品があるっていうその宣伝でやってるんで、その場でまあ買えたりするものもあるんですけど、はい、まあ、こういうもの出してるみたいな、よかったらそのテイスティングっていうかその飲んでみてみたいなのがバーって出てる感じです。だ器具とかもありますけど、だメインはそのサプリメントとかウェアの方だと思いますけどね。握手するときとかってあの感じですか、ガーハーハーみたいな。そうそう、
いいなもうね、ブレないでしょ、全然あのまんま他にもなんかフレックスさんが見てその前海外の LA のフィットネスエキスポで、はい、こいつでけえなっていう人とかっていましたなんかジェイ・カーター。ジェイ・カーターでしたっけ、あの元ジェイ・カトラ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 も来てるんですか。来てます、いいな、まあ、ボディーぐらいあんまり詳しくないからあれですけど、でもまあ何人かいますよ。ジェイ・カトラとかもそんなイメージで来てるんですかねって。オニオンはなってきますね。だからストレングスカルテルもいるんですもんね。あのビッグボーイとかストレングスカルテル系もあるフィットネス系もあるですね。ブース出しますよね、これもね。それ来てえなぁ。なんかリッチとかって今の若い子たちってちなみに知ってるんですかね、リッチピアノって。まあでも動画はね、まだ YouTube 結構残ってますよね。知ってるんですか。ボディービルとか興味あるんだったら大体、普通の人は知らないと思いますけど。そっか、でもなんか僕らからするとリッチピアノってもうスーパーヒーローじゃないですかリッチピアノとかって。だからその人と生前、まあ、もう死んじゃったから会えないですけど、会ったことあるだけでもうめちゃくちゃ羨ましいんですよね。もう元々彼もボディービルダーやってて、そうですよね。でその頃はそんなにタトゥーも入ってなかったんですけど、それはなんか自分のスタイルじゃないってこと で、うん、で自分 の、 その好きなスタイルを極める。だから別にボディービルの大会で勝つとかが目的じゃなくて、なりたい自分になるっていうのが彼のあれだったんですけどね。まあ、もうフィットネスだからもうボディメイクはもうそれに尽きるっすよね、本当に。まあ、ちなみに多分今遠近法プラスもともとでかいのもあって、おそらくここら辺がすげえ一番いいと思う。いやいや、めちゃくちゃでかいですよ、本当に。Tフレックスさん、杉さんとかも普通にでかいですけどね。もうなんか大人の子供みたいな。いやいやいや、だからこれ本当に脱ぎたくないですよ、多分。多分今後、多分合同トレーニングとかの動画、多分ちょこちょこ一緒に撮らせてもらうはずなんで、Tフレックスさん。ぜひぜひ。杉さんも、こっちに引っ越してきてくれればいいですね。めちゃめちゃ楽しかったです。いや、だって新幹線で来たんでしょ、今日。新幹どっから来たんでしたっけ。愛知から。愛知から新幹線で、神奈川まで来ましたので、明日仕事っすよね。そうですよ。今日家帰るんですもん。朝4時に起きました、ね。びっくりした、その LINE があの時間に来てたから、どうして寝れないのかなと思ったら、これから出発しますって言ってたから、びっくりしたっすよ。まあ、それぐらい、だからもう今日会いたい、みんなの憧れの人が、これ、Tフレックス。で、話聞いてみたら、リッチとマスダって言うから、さらに憧れが増した。想像以上の方でしたね。そう。斜め以上、斜め上行ってます、ね。そうそうそう。だってこれ、動画でここら辺しか映ってないですけど、めちゃくちゃ羨ましい空間なんですよ、これ。本当に。成功者ですから。これもう何分撮った見えないですよね、GoPro の目が悪くて。7分ですね。ああ、もうちょうどいいかな。はい、これぐらいちょっと、なんか本当はいっぱい面白い話持ってるんですけど、こどんどん堂々トレーニング系の動画でも、俺の動画正直筋トレ系全然伸びないんですけどね。僕は好きですよ。僕は楽しみです。本当ですかこうな方がいると思いますよ。もう少し俺も絞らないとあれですけど、僕これがちょっと TFLEX さんにトレーニングいろいろ聞いて、もうベテランなんで、何年でしょうね、トレーニング歴。まあ、ちゃんとボディービルみたいな感じでちゃんとやりだしたのは20年ちょっとですね。ちゃんとやりだして20年ですよ、はい、その前から考えてもっとどうね。まあ、もともと好きでは好きでしたけどね。20年でしょ。杉さんは、まあ、うん、一緒に20年だったね。でもボディメイク系のトレーニングになって3、4年ぐらいだったもんね。杉さんもバリバリの、なんていうんですか、格闘系って なんていうんですか。なんちゃってですからね。格闘技系のトレーニングですかね。ライジングサンサーも3年ぐらいですもんね。それでこのみんなでかさだもんね。俺何してたんだろうなって本当にマジで。ちょっとこれから今日の合同トレーニングで背中のトレーニングが俺一切背中に入ってないことが分かったいや全部僧帽筋に持ってかれてたってのが分かったんで、ちょっとこれからね、TFX さんにトレーニング教えてもらって、俺ちょっと入れ替えますわ、ここの僧帽筋で引っ張ってました全部まあ、とりあえずこんな感じでいいから、短めの動画の方が。というわけで、今日はちょっと、まあ、みんな揃ったんで、本当はもう一人ね、若い、ちょっとグレーな感じ。そうそう、グレーな感じ。まあ、多分次もしかしたら来るかもしれないんで、お楽しみに。というわけで、今日は TFLEX さんのホームジム。これなんかジムの名前あるんですか？ありません。フレックスジム、フレックス一応これホームトレーニングのジムですからね。ホームトレーニングのジムからお送りしました。こんな感じですかね。9分、いいと思います。というわけで KTC 放送局の健太店長と杉さんとライジングサンさんと TFLEX さんでした。さよならはい、いい感じだと思います。
最後なんか写真撮りたいですよね。そうですね。